スキルチケット効率が良すぎるハムが現在ピックアップガチャにてラインナップ中です。こちらのツム、スキルチケットを11枚使うことによってスキル1からスキル6まで上げることができるんですけれども、大体いいスキルレベル6で7500コインぐらい僕であれば稼げております。これをスキルチケット11枚で割り算をすると681コインになるんですね。このスキルチケット効率という考え方を他のツムに当てはめたらどうなるか検証してみました。ジェダイルークで言うと僕であれば1プレイあたり平均16000コインを稼いでおります。ジェダイルークはスキルレベル1 1> 1から6 16000ににすすするののスキルチケットが35 35 457枚必要なのででをしますとコインです続きまして、今一番勢いのある人気のあるツムだと思いますが、ナミネで検証してみました。僕がナミネで稼げるコイン数30分間の平均で1万コインでした。ナミネはスキル1から6にするのにスキルチケットが28枚必要なので1万割る28をしますとスキルチケット1枚あたり357コインという風になりました。あくまでこれは1プレイで稼げるコイン数なので時間効率を考慮するとまた全然変わって くるんですけれども1スキルチケットあたり1プレイで稼げているコイン数に関してはハムが圧勝というふうになりましたのでもう一度振り返っていきますハムは1スキルチケットあたり681コインジェダイルークは1スキルチケットあたり457コインナミネは1スキルチケットあたり357コインハムとナミネでは約2倍の差がありましたので現状ピックアップガチャで絶対に手に入るハムでコイン稼ぎをするのかいつ来るかわからないナミネをずっと待つのかでいうとスキルチケットの枚数が少なくてもスキルレベルを上げることが できるハムこっちの方が僕は現状で言うと価値が高いんじゃないかなと思います例えばこれがピックアップガチャでハムとナミネが入っていた場合はスキルチケット頑張って貯めてナミネの方を使いましょうっていう風に時間効率で話すとそういう答えになるんですが今は目の前にハムがいてナミネがいない状態そしてハムの方がスキルチケット枚数が少なくて済むんであれば今現在の話だけをするとハムの方がおすすめかなと思いますまあナミネ持ってるんやったらナミネでも全然いいと思いますけどねバイバイ